いやー、値上げの波来てますね。ガソリン価格は高値で安定してしまっていますし、冬は大活躍の灯油も100円超えでしょう。燃料代が上がると物流も厳しくなるでしょう。というか物流だけじゃなくて、あらゆる場所が厳しくなってきます。今月も様々なものが値上がりしているんですよね。例えば食品で言うと、冷凍食品や魚のすり身、缶詰、瓶詰、パスタ、ハム、ソーセージ、お菓子類、醤油、小麦粉など広い範囲に及びます。さらに深刻なのが電気料金やガス料金の値上げです。この辺ってただでさえそんな安いわけではないのに、いや負担だわ。ハフィントンポストがその辺をまとめているんですが、電力大手10社は使用量が平均的な家庭で1月と比べ、東京電力が330円、中部電力が351円、関西電力は215円高くなると言いますし、東京ガスや大阪ガスなど大手4社は200円以上の値上げとなると。しかもこの値上げっていうのは3月も続くと言われています。じゃあなんで今こんなにあらゆるものの値段が上がっているのかなというとですね、原材料の価格高騰と原油価格の高騰による物流費や包装資材の価格上昇が挙げられます。電気ガスも似たようなもんですよね。日本というのはもう多くのエネルギーというか燃料を海外から輸入してるわけですよ。だからその辺の価格が高騰すると思いっきりしわ寄せ来ちゃうっていうね。だからこそ早くね、多くの原発動かしたらいいんじゃないかなと個人的には思うんですけどね。原発を稼働させたとしても調整用の火力発電、これも必要になってくるんですよ。ただ原発があるとないとでは全く違います。値上げの流れってもう結構長いこと続いていますよね。昨年は僕の大好きな牛丼もですね、値上げしました。牛丼といえばデフレ時代の象徴とされることもありましたよね。まあ牛丼の他にはマクドナルドのハンバーガーとかさ、あれすごい時なんか菓子パンより安いみたいな時ありましたよね。牛丼も2000年代は280円とかさ、消費者的には安いっていうのはありがたいことではあるんですけれども、そんなに安くしてしまったらこれ儲かるわけないもんね。で、企業が儲からなければ賃金も上がってきません。なんだけど値上げするとお客さんが離れてしまうんじゃないか、そういう懸念があるからこそ値上げできずデフレマインドでどんどん加速してっていうさ、地獄ですわ。しかしもう限界ということで流れが変わりつつありますよね。昨年大手3社は牛丼並盛りを50円前後値上げしています。で、実際の価格としては吉野家が税込みで並盛り426円となっています。そしてですよ、先日あの衝撃的な値上げが発表されました。そう、みんな大好きうまい棒の値上げです。僕も子供の頃からうまい棒ってかなり食べてきたんですけども、まあ値段変わらずね、ずーっと10円、まあ税別10円でしたよね。なんとうまい棒が発売したのは1979年ですよ。もう生まれる前からやってたんですね。それ以来税別10円っていうのを42年間も守り続けていたと。まあ値段はね、変わらずやってましたけど、ちょっとだから、なんか子供の時に比べて、本体サイズちっちゃくなったかなっていうのは感じてたわけですよ。もしくは自分が大きくなったかですね。まあそういうのも価格を10円にするための企業努力ということでしょう。しかし企業努力にも限界があります。他の会社もみんなそうだと思うんですけど、まあできるなら値上げってね、したくないと思うんですよ。それは消費者のためを思えばこそね。なので企業努力でなんとかと多くの会社は考えると思うんですよ。ただその過程において不当なダンピングが発生して、その下請けいじめみたいなことになると、それはそれで良くないし、情勢の変化を受けてうまい棒もですね、42年守り続けた10円に終止符を打ち、4月から12円になります。うまい棒はヤオキンという会社が作っているんですけれども、代表取締役の角谷正彦氏は21年12月から配布を始めた菓子卸への案内文で、このような状況下では自社内で許容できる範囲をはるかに超えていると心中を語っている、まあ、そんな様子がですね、日経新聞に出ていました。これは重大な決断ですよね。でもあのうまい棒が値上げせざるを得ないような状況に追い込まれているというか、それほどやっぱり原材料の値上げ等が響いてるわけですよ。本来は物価が緩やかに上昇するって普通なんですよ。ただ日本の場合デフレが長く続きすぎてしまったので、なんかこうまだ受け入れられないみたいなところないですか。正直僕もね、まだそういうところあるんですけど、まああとはだから賃金が上がっていけばね、物価が上がるどころか下がるデフレの時代が長く続き、30代以下の若者は
生まれてからインフレを肌で感じた試しがない。40年以上も同じ価格だったうまい棒の値上げは、若い世代が物価は上がるものという当たり前の事実に気づくきっかけになるかもしれない。物やサービスの値段はみんなが上がると思えば上がりやすくなる。消費者の反発を恐れて値上げをためらっていた企業が強気の価格設定をしやすくなるからだ。人々が将来の物価水準をどのくらいと見ているかを示す期待インフレ率はすでに上昇傾向を強めている。日銀が2021年12月に実施した生活意識に関するアンケート調査では、1年後の物価上昇率の予想が平均で 5.5% だった。2008年12月以来13年ぶりの高さだ。賃金がそれ以上に上がるのなら問題はない。岸田文雄首相は今年の春闘で 3% 超の賃上げに期待を示す。しかしハードルは高い。厚生労働省によると21年の賃上げ率は 1.86% にとどまった。 3% には1994年を最後に達していない。賃上げ率が CPI の上昇率を下回れば実質的な賃下げだ。人々の購買力は低下し需要は落ち込む。それでも物の値段が上がり続ければ物価上昇と景気後退が同時に進むスタグフレーションが現実味を増す。そう、結局は賃金なんですよ。賃金が上がっていくという、そういうビジョンが見えるとですね、やっぱ希望ありますよね。日本は残念ながら経済的には停滞する時期が長かったんですけど、その間にも世界ってずっと伸びてたんですよね。日本がこのまま賃金が上がらず物価だけ上昇していったら、もうどんどん貧しくなるだけですよ。というか、すでに日本ってもうね、結構貧しくなってるんですよね。先日日経が報じて若干話題になってましたけど、円の総合的な実力が約50年ぶりの低水準に迫ってきたと言うんですよ。悲しいんですが、それが現実です。平均賃金ではあの韓国にすら及ばないという状況ですし、近年は洋物という表現あんま良くないのかな、まあ、あの外国製品がなんか割高だなって感じませんか。 iPhone にしたってすごい金額するでしょう。これも賃金がまあ一定程度伸び続けていたら、まあそこまで問題にはならなかったと思うんですよ。それは iPhone 自体は高いんだけども、賃金が上昇したらさ、相対的にその感じる価格感っていうのはまあそこまで負担にはなりませんし、やっぱり日本はそのなんか脱成長みたいなね、そういうものを目指すんじゃなくて成長していきましょうよ。みんなで豊かになっていきましょうよ。緩やかに物価も上がり賃金も上がる、これですよ。そうじゃないと世界とどんどん差をつけられ、日本だけが埋没していきます。日本が経済的にもっと苦しくなると、やっぱ軍事面とかにも影響出てきますからね。だからこそ今難しい時期ではあるんですが、経済をしっかりと回して豊かさを目指すべきです。でもね、日本の場合まあ豊かさを求めていい流れできてきたかなっていうタイミングで増税とかしそうでしょう。そういうのやるとね、もう全て台無しになりますからね。やはりアベノミクスで悔やまれるのが2度の消費増税でした。これは民主党政権時代からの流れもあるんですけど、いや消費税 5% 上げちゃうってね。岸田総理が本当に令和の所得倍増を目指すのであれば、増税ではなくてですね、まずはしっかりと日本人が豊かになるような好循環を作らなければいけません。コロナもあって厳しい状況なのはまあみんな厳しいんですよ。でもその中で岸田総理頑張ってほしい。皆さん、うまい棒といえば何がお好きですか？まあ、僕なんかはもう定番っちゃ定番っていうか、多分みんな好きだと思うんですけど、あのコーンポタージュ味とかさ、あと野菜サラダ味とかね、あんなのも僕の子供の頃からずっとあるわけですし、まあ、定番で愛され続けてると。いや、そういう商品ってすごいですよね。ということで最後に宣伝なんですが、2月20日栃木県宇都宮市でオフ会をやります。詳細は動画説明欄からご覧ください。あとチャンネル登録もお願いします。